ゴブリンだ。が。ああ、ちちちちち。ほら、動くと甘にえ。決闘するよろし。これからお前祭りのごちそう。めったにないこと。お前。うわあ、やめてくれ。お前なかなかうまそう。けっけっけっけ。うん、踊り始まったね。我らも踊らねば。ちょっと君、バッカね、何やってんの。助けてくれよ。静かに。さあ、逃げるよ。どうもありがとう。でも、どうしてこんなところに。探してたら捕まってるのが見えたから、もしかしたらと思ったんだけど、人違いだったみたいね。助けて損しちゃった。そんな冗談よ。私急ぐから行くね。君も町に戻った方がいいよ。ねえ。ああ、名前も言わずに行っちゃった。せい。
ここはパンドーラ王国の城下町だ。君が来たら通すようジェマ殿から聞いておる。ジェマ殿、タスマニカ国からいらっしゃったそうだ。お城にいるんじゃないか。それから言っておくが、あまり町の者とは話さない方がいいぞ。ここはパンドーラのお城です。俺も命が惜しいからな。このままこの国にいたんじゃ危ないから田舎に帰るよ。魔女の城に向かったディラックの討伐隊が戻ってこない。町の人々も我々兵士もほとんどの者が皆抜け殻のようになってしまった。俺も本当は討伐隊に任命されたんだ。死にたくないからこうして病気のふりをしてるんだ。誰にも言うなよ。ここはパンドーラの城。町の南の古代遺跡に出入りしている人たちは何なのかな。15年前に帝国との間で一度大きな戦争があったんだ。ディラック兄ちゃん、早く帰ってこないかな。知ってる？世界のどこかにマナの木っていう大きな木があるんだ。最近、町の人々の魂が抜けたようになってしまった。来た。この国ももうおしまいだ。魔女に呪われて。住んでるって。パパのバカ、自分のことは自分で決めるわ。あ、君、この前の間抜け男。あれ、君剣士なの？そんな立派な剣持っちゃって。いや、これはその、そうだ、君ちょっと私と一緒に来なさい。この前助けてあげたでしょ。今度は私を助ける番よ。魔女の討伐に向かったディラックを助けに行くのよ。でも僕、地底の神殿に行かないと。そんなの後後。さあ行くよ。僕、ランディ。そう、私は。私、プリム。これからもよろしくね。
リム。パパなんて大嫌い。この部屋には絶対戻りませんからね。来たか、ランディ。お前もこの国の様子を見てきただろう。魔女エリニースが何のためかは分からぬが、町の人々の正気を抜いているようだ。魔女に正気を抜かれた人々は町の南の遺跡に出入りしているようだ。私は遺跡に潜入し調べてみようと思う。お前はガイアのへそへ急げ。我が国とタスマニカ国は同盟国同士なのさ。そう、村を追い出されたの。でもあなたもすぐに立ち去った方がよろしいでしょう。困ったことじゃ。いつ帝国が動き出すかわからぬのに、民も兵士も抜け殻のようじゃ。エルマンの勧めで魔女の討伐隊を派遣したが、全滅してしまったようじゃ。なんですって？じゃあティラックが魔女の元へ行ったのはパパが仕組んだのね。ティラックから私を引き離そうとしたんだ。許せない。無礼者。何さ、いいわよ。行こう、ランディ。ああ、今まで平和で静かな国だったのに。ここは王様のお部屋です。王様があんなに困っていらっしゃるのなんて初めて見ましたわ。ここは国宝のお部屋。伝説の勇者が現れる時までここは封じられている。さあ。恐ろしいことじゃ。みんな魂が抜けたようになってしもうた。うるさいわね。うちのばあさんにも困ったもんじゃ。もうろくして何にも喋らん。パメラ。あら、プリム。ディラックは帰ってきた？そう。でもきっと無事よ。ありがとう。
なんだ、客か。面倒なもんは置いて。他にご用は？またお越しください。ここはキッポの村。一泊十ルクですが、お泊まりになりますか？
それにしてもパパとの喧嘩なんてみっともないとこを見られたものね。でも私も君のみっともないとこを見たからおあいこかな。みっともないとこ？ゴブリンに捕まって美味しく茹でられそうになってたじゃない。あれは急に襲われたから。うんうん、そうよね。剣士のくせにゴブリンに負けちゃったなんて世間に。でも大丈夫、君の恥ずかしい姿いいフラ。その代わり今度は君が私に協力してよね。期待してるから。だから僕は指定の神殿に行かないと。ダメ、こっちは人命がかかってるんだから北の魔女をやっつけないと。そう言われてもな。どうしてもって言うならここで別れるわよ。いいの？別にいいけど。ほら、そこは良くないでしょ。いらっしゃいませ。ご用件は？他にご用は？またお越しください。ガイアのへそというドワーフたちの住む洞窟がある。息子のディラックは忙しいとかでちっとも帰ってこない。こんなに近いのにの。隣の王国は大変だっていうね。この村は至ってのんびりしたもんじゃよ。わしの家だじゃ。2階には奥さんもいるのであった。ぐひゃひゃ。うちの旦那は兄弟が多くて、私でも時々誰が誰だか分かんなくなるよ。
行け。魔女の城はこっちじゃないでしょ。私は行かないよ。それでも行くの？王女ね、いいよ、私一人で行くから。
先は魔女の住む妖魔の森だ。森には魔物がいっぱいだよ。女の子が一人で妖魔の森に入っていったよ。斧のような丈夫。ガイアのへそにドワーフの鍛冶屋があるって聞いたことがあるわ。何かいい武器があるかも。しょうがない、ガイアのへそに行ってあげるよ。斧のような丈夫。斧のような丈夫な武器。
ガイアのへその方から来たのか。あそこの洞窟にこの前の洪水で子供が中に流されていくのが。行け！
で決める。ここよりもずっと地底の方で音がするんだ。誰かが穴でも掘ってダメか。あーりゃりゃ、あんた地上からやってきたんだか。この前も妖精の子供が地上から流されてきたみたいだべ。見せ物小屋にいるずら。地底神殿なもなおめえ、こと昔から埋まっちまったまんまだ。お、ちょっとその剣見せて。どうしゃー、こりゃひどい。放っておくと折れちゃうぞ。俺様はワッツ、メーカジヤさん。よし、ちょっと待ってろ。
んな名刀見たことねえや。サビツカ見てるだけでうずうずするぜ。いつかは俺もそんな剣を作ってみてえもんだ。おろ、どうしたことだ。俺のハンマーが光り出したぞ。それが聖剣。こりゃあたまげた。聖剣の力がハンマーにも宿ったのかも。よし、試しに斧でも作ってみるか。後でまた来てくれよ。最近小さな地震が多いよ。おっかねえべ。いらっしゃいませ。ごい。他にご用は？またお越しください。ドワーフ村名物の見せ物小屋へ。56で見れるよ。ショーの始まりだ。まずは世にも不思議なラビオタカ。ラビと男でラビオタカ。え、バカにすんな。さすがはお客さん、お目が肥えてる。それでは正真正銘、なんとも珍しい妖精の子供だ。はあ、優しいお兄さま、僕を助けてくださいませ。さあ、大変だ、お立ち会い。聞くも涙、語るも涙、涙涙の悲しいお話。この国は返さなければいけないお金が56。こうして働き、少しずつ返しているというわけだ。さあ、心優しいお客さん、100ルだけでもいいから助けて。わしの話し方もなかなかのもんだったじゃろ。ボロい商売じゃ。今の聞いてた？許してくだされ。この子は本当に妖精の子供なんじゃ。妖精の森に住んでたらしいのだが、洪水に飲まれて
ここまで流れてきたらしいのじゃ。森に帰るための旅費を稼いでやろうと思ってな。ついこの子のアイデアで。へへ、おいらって才能あるんだよな。これ、お前もお詫びせんか。そう、悪かったな。面目ない。お金はお返ししますですじゃ。申し訳ない。悪かったな。申し訳ない。悪かった。来る。てっ、行け。ありがとうございました。こいつが出しゃばらなきゃオイラが退治したのに。これ申し訳ない。この子は流されてきた時のショックで名前も帰り方も忘れてしまったようで、そのせいかすぐ憎まれ口を叩きよる。本当は素直な子なんじゃが。へへへ、まあそのうちなんとかなるでしょ。気長に行こう。神殿に封印したはずのバドが出てきたということは、埋もれていた神殿に入れるかも。神殿の種子の力を授かればお前の記憶も戻るかもしれん。なんだ、それ先に言ってよ。今行く、すぐ行く。お前一人では無理じゃ。神殿は埋もれていた間にモンスターだらけになっとるぞ。バドを倒した旅の方、どうかこの子を神殿まで連れて行ってもらえんかの。バドを倒した旅の方、どうかこの子を神殿まで連れて行ってもらえんかの。なんとありがたい。聞いたかちびすけ、この方の言うことをよく聞くんじゃぞ。オイラの足手まといになるなよ、兄ちゃん。兄、僕はランディだ。じゃあオイラにも名前つけてくれよ。フレンだろ。
ろしく頼みますじゃ。神殿へはかつて北の魔女エリニースが神殿を封印した時に貼られた溶岩の結界があるんじゃ。先にエリニースに封印を解いてもらわねばなるまい。あの頃はいい魔女だったのじゃが、北の妖魔の森の中にエリニースの城はある。奴に会ってなんとか結界を解いてもらってくれ。これはチビスケと一緒に流されてきた弓矢です。そういえばワッツが探しておったようじゃ。よっ、物を作ってみたんだけど、ダメみたい。あ、ありゃ、このブーメランは？こいつはひょっとすると、やっぱり！このハンマーで鍛えても、聖剣と一緒でないとパワーが出ないんだ。この斧は特別製。小さいものだったら、岩をも砕くよ。斧買ってかないか。100ルクで売るよ。何か新しい武器を手に入れたらまた来いよ。そうだ、近道を教えてやるよ。ここを使えば表からの出入りがずっと。一泊15ルクですが。